現在日本が海外に輸出する電気製品の総額は約10兆500億円だ。そのすべてに膨大な量の半導体素子が使われている。戦後の飢餓の中からアメリカを追い始めた日本は、昭和34年にゲルマニウムトランジスターの生産量で世界一になった。時にアメリカではゲルマニウムはシリコンにとって代わられ、その中に電気回路まで入っていく。真空管1本とこの小さなトランジスタが同じ働きをします。でこのトランジスタに抵抗とかコンデンサーとか、あるいは回路などを一緒にして小さなシリコンのかけらに埋め込んだものが集積回路 IC です。たくさんトランジスタなどが詰まっているのを LSI とか超 LSI とも呼びます。一つの小さなシリコンのかけらの中に100万個もトランジスタが入っているっていうから本当にびっくりしてしまうんですけれども、さあその集積回路は一体どのような背景で、そしてどのように開発されたものなのか、でその技術を追う日本の技術者たちはどんな苦労をしたのか、そこに今日はスポットを当てます。One of the most dangerous threats to our nation's security is the possibility of attack by high-speed enemy bombers armed with nuclear weapons. These bombers can strike at supersonic speeds from many directions and altitudes to confuse our defense and delay the dispatch of interceptor weapons. In a mass raid, high-speed bombers could be in on us before we could determine their tracks. And then it would be too late to act.It is to meet this threat that the Air Force has been developing SAGE, the Semi-Automatic Ground Environment System. This new computer, built to become the nerve center of a defense network, is able to perform all the complex mathematical problems involved in countering a mass enemy raid. It receives the information, stores, or utilizes it immediately.Calculates speed, altitude, and course of aircraft, and enables operators to identify the planes as hostile. Analyzing all of its information, the computer in a few seconds gives a complete picture of the attack, and then guides manned interceptors or missiles to the target. The SAGE system provides us, on the North American continent,The finest possible air defense against attack by manned bombers. でここにありますのがね、はい、これが IBM 製のですね、真空管モジュールなんですよ、はい、これがだいたいですね4階建てのビルにびっしりこういうラックの中に入って、で一つのコンピューターとしてさ動作したという性質のものなんですが、4階建てのビルいっぱいにこれが詰まってる、これが配したと、あまりの熱、これものすごく、これが真空管ですね、すごい熱を発生するんでね、で時々ここから火を吹くと、でその火を消すためにですね、ここに写真にありますのが消火ボックスっていうのがあり備え付けられてましてね、はい、でこれを持ってね、要するに担当者はですね、火が出たらこう駆けつけて、まずこれで覆って取り出すという、そういう消火ボックスまであったほど、まあものすごい熱を発生したんだそうですよ。本当にびっしり詰まってますね。うん、これ あの一部がですね、ボストンのコンピューター博物館にありまして、一つぐらい上げてもいいよって言うんでですね、ぜひ皆さんにお見せしたいと思って持ってきたんですよ。重かった。いやもう本当見せたい一心で、これ持って帰ったんですけどね。あ、相当重いですね。重いでしょ。でこれがね、これがやがてあのトランジスターになりますね。はい、そうするとこの大きさに対応するものはこういうふうになってくるわけですね。かなり小さくなる。小さいですね。それで。これはまあこれがコンデンサー、これが抵抗、はい、これが配線ですね、線、はい、これをつなぐ線、でこう装置として、あの機能するわけですね、これが真空管と。でさて現代の LSI はですね、この間からお見せしているようにこれですね、はい、シリコンの板、これ、この中にこれが一体何個、この装置がこれが何個入ってるかですね、この中にこれがこのセットが11万セット入ってる感じになりますね、感情としては。だからまさに電気回路が石の中に入ったと、この番組のタイトル通り石になった電気回路と、まさに時代がこう分かるでしょう。まあそこに急に飛ぶ前にですね、もうちょっと最初のトランジスター時代に時代を戻してみましょうか。
昭和37年ヨーロッパを訪問した池田首相はドゴール大統領にトランジスタのセールスマンと評された。これはトランジスターガールの募集風景。適性検査の3要件は目と手と本気。我慢強い農村の娘たちが大量に雇われた。劣悪な生産部止まりを作業員の大量投入で補ったのである。娘たちは厳しい教育と訓練の後ラインに配置された。各社とも優れたトランジスターガールを確保し育成することに努力した。当時はそれが歩留戦争に勝つ近道であった。日本のトランジスター産業を支えたのは娘たちの手先と根気の良さであった。それでも製造の歩留は思うに任せなかったという。部長に報告に行きましたのはね、昨日はコンマ 3% でございました。コンマ 3%? コンマ 3% 1000個1000個で3個本当の千密茶ですね。997個は不良です。不良ですよ、うん、ところがね、それはまあ報告に行った時ですよ。ところがね、内心ではね、あ、明日は 0% の報告せはならんなと、そういうデータ持ってたんですよ。私もね、まあ、次の日は 0% でしたと。まあそれより悪いぶどまりはあまりなかったですな。それは100個作って1個か2個なんです。だから、あの出現率って言ってたんです。僕は。何ですか？出現。生産じゃなくて。ええ。出現。出てくる。現れる。ええ。そうしたらね、上の人が、出現率なんだな、いかにも幽霊みたいじゃないかと、名前変えろって言うんで、発生率って名前に僕は変えたんです。発生、ええ、内容は同じでもちょっと聞こえがいいでしょ。そうですかね。出現だったらね、幽霊になるけど、発生なら自然に湧いてくるような感じが。しかし物を作ってたんでしょ。ええ、それほど悪かった。ええ、私が覚えてるのは1万5千個作って2個しかできなかったという例です。私じゃありませんよ。まあ誰がやったとは言いませんが、それよりひどいぶどまりはあまり聞いたことがありませんね。当時は 20-30% のぶどまりで大喜びしたもんです。ヴァン・ホンさんがよく覚えてるでしょうが、一つもできない日もありましたからね。トランジスタ一つ作るのには100種類以上の段階があるんです。ですから各段階で 1% ずつ不良が出れば、最終的にはぶどまりはほとんど 0% になってしまいます。各段階ごとのぶどまりが大変重要なのです。工場で働いていたのは主婦や高校を出たばかりの地元の人などごく普通の人たちでした。皆専門的な知識は全く持っていませんでしたが、仕事には非常に熱心でした。ただ実に一生懸命働いてくれたのですが、よく女性の従業員が目に涙をいっぱい溜めてやってきてこう言いました。ヴァン・ホンさん、ヴァン・ホンさん、どうしましょう。今日は不良品ばかりでまだ一つもできないんです。普通発電機とかですね、他の設計をやりたかったっていうのはパチッとものを作るわけですね。狙ったものはできないから、それは農業だって幹部に言われました。なんか半導体農業論とか半導体漁業論ってのあるそうですね。そうなんです。どういう意味ですか。いや、漁業論っていうのは網を上げてみなきゃ何匹いるかわからんで、農業論の方はね、お天気が悪いと出来が悪いんですよ。ことに夏のね、湿度の高い、気温の高い時はね、ぶどまりが悪いんです。だからそれが農業論。何がこう良くなくってこういうふうに発生率が悪くなったんですか。やっぱしね、お話を聞いてみますとね、要するに水分みたいですね、湿度、はあ、ですからこう例えば樹脂で封じてもね、その樹脂のどんなに封じてもこの隙間から湿度が入って、その接合部分にこう水滴が付着してね、でそこをこうショートしちゃうとか、
そういうんで湿度が決定的になんかあのゲルマニウムトランジスタの場合には悪かったみたいですね。ウエスタンエレクトリック社では早くからトランジスタの劣化問題に取り組んでいた。トランジスタを装置に組み込んだ後、劣化して働かなくなる事故に何度も遭遇したからである。やがてその防止策が考案された。試行錯誤の末、結局缶で真空封じにしたのである。ウエスタンエレクトリック社がやっていた最も重要な方法は、単純にトランジスタを密閉して真空にすることです。また密閉する前に温めて乾燥させ水分を取り除いたりもしました。それから私たちはなんとガラスのビーズ玉を中に入れたんです。値段が上がるからと上司は悲鳴を上げましたが、ビーズ玉の表面が水分をよく吸収してトランジスタを守ったんです。真空管の担当者たちは私たちをあまり心よく思っていませんでした。トランジスタが彼らの仕事を次第に奪っていったからです。ですから彼らはいつも私たちに嫌味を言いました。密閉して乾燥剤も入れたし、真空管の真似をするならあとはヒーターだけだね、なんてね。だからその劣化とかブドマイの悪さっていうのはそのままシリコン時代になっても続くんですが、はい、ゲルマニウム特有のね、あのなんていうか欠点が、これが熱に弱かったってことですね。昭和33年、防衛庁は水性の誘導ミサイルエリコンを導入した。それは真空管によるシステムであったが、防衛庁はそれをゲルマニウムトランジスターに変えようとした。私もだから防衛庁技研に行ってましたけどね。何をやりになったんですか。でその電子管を、ね、トランジスター化しようということで、ところがその一部コントロール回路にトランジスター使ってましたね。火事が曲がっちゃって打ち上げたところへ落っこってきたということがあったんですよ。そのためトランジスターが動作不良で、あの機内温度がね50度ぐらいなんですね。密閉されてますから、だからあの冬場でもねヒートランするとね、もう30分ぐらいで温度がもうすぐ50度60度になって、本当はゼロのはずが、その電流が流れてるために火事がゼロじゃなくて曲がっていたんですね。それで打ち上げてこう帰ってきて発射したのがこっち戻ってきたら、これ大事ですわね。アメリカじゃどうなってくるんですか。いやアメリカじゃですね、うん、ですからそのこういう軍事中心にこうこの、デバイスが発達していくもんですからね、こういう状況なわけですよ。こういう状況じゃ具合悪いでしょう、それでどうしてもそれはその熱に強いね、熱ですとシリコンですと200度ぐらい大丈夫なんだそうですね、温度が上がっても安定して動作すると。だからシリコンに移りたいと、はい、それからゲルマニウムって所詮は希少資源ですから、はい、少ない資源ですから、地球上どこにでもあるようなシリコンをやっぱり材料にして、はい、将来の資源を確保する上でもシリコンに移るということの方が、合理的なわけですね、でそういうふうに、まあ、そういういくつかの理由でシリコンに、まあ、移っていこうとするんですけど、はい、シリコンには非常に大きな欠陥がありましてね。でこれがね、まず第一に融点が高いと、溶ける温度が1400何十度かなんですよね、はい、そうするとその例えばゲルマニウムで使ったような技術ができないわけですよ、ゾーンリファイニングなんて1回目で2回目でご覧いただいたあれね、炭素のるつぼの中に入れてね、例えば溶かそうなんて言うと、1400何度になると炭素も溶けちゃうと、それから今度ものすごく何とでも化合するあの活性の激しい元素なもんですから、もう瞬く間にもあらゆるものとこう結合しちゃう、そうするともう空気中の不純物とは結合するわ、それからそういう容器の中から飛び出てくる不純物とは結合するわ、だからなかなかですね、これが使いにくい、物質だったんですね。しかしそのシリコンが今時代を支えてるわけですよね。それはね、扱いにくいのがどうして。ですからほら、あの1回目でもあの見ていただきましたでしょう、あの酸化膜の発見ね、はあはあ、はい、表面に表面をカバーをするという、あの発見がシリコンへのシリコンを利用する道を開いていくんですね。ですからその、はい、ちょっと1回目の時にご覧いただきましたあの、リンカン・デリックという、はい、あの技術者ね、はい、今日はたっぷりその方のお話を聞くことにしましょうか、はい、AT&T のベル研究所、リンカン・デリックはインタビューの場所としてここを指定した。彼はかつて37年前共同研究者カール・フロッシュと共にここで仕事に没頭した時代を懐かしんでいた。ぜひ私たちを案内したいというのである。
彼らがかつて働いた研究室は会議室に変わっていた。ここが私たちの拡散炉のあった部屋です。この部屋は当時拡散炉がある汚い部屋で、ここで酸化膜が発見されました。ある日私は圧力を調整する装置を温度1300度にし、水素が 2000cc ほど流れるようにセットしました。拡散炉を流れた水素は反対側で燃やして水にして捨てていました。さてその時ふと振り向くと、水素を流す圧力がなぜか下がっていました。私は装置をセットし直したのですが、すぐまた圧力は下がってしまいます。何度直してもダメなんです。そこで20分ほどで実験を諦めて、拡散炉からシリコンのサンプルを取り出すと、宝石のように美しい酸化膜が表面にできていたのです。早速釜山で酸化膜を取り除いてみると、シリコンの生地は元の通り傷一つありませんでした。カール・フロッシュに聞いてみると、彼は装置の圧力が低下した時、水素を燃やしてできた水蒸気が逆流してきて、シリコンの上に酸化膜ができたに違いないと言いました。そこで私たちは20分ばかりわざとシリコンを水蒸気にさらしてみました。するとシリコンの表面には見事な酸化膜ができていました。シリコンを使いこなすには表面を保護膜でカバーするしか方法はないと考えたカール・フロッシュとリンカンデリックは、シリコンと結合して強い膜を作る物質を探し求めた。酸素だけは最初から除いた。結合力の強い酸素なんか使えば、酸化は表面にとどまらずシリコン全体を侵すに違いないと考えたからである。だが酸素と結合させることこそがシリコン利用の切り札であった。それが見つかったのは偶然起きたバルブの故障がきっかけであった。当時は酸化膜の発見の重要性に誰も気がつきませんでした。すごいことだとは思いましたが、その後いかに大きな意味を持ってくる発見であるかは分からなかったのです。今では酸化膜が集積回路に絶対に必要で画期的な発見であったことを誰もが知っていますね。酸化膜がなければ集積回路など作れないんですから。今となっては私にとって何の意味もありません。昔話です。いやいや、あれはカール・フロッシュの発見です。私は彼の助手に過ぎませんでした。それに彼一人の手柄でもなく、大勢の人の努力の結果です。さて、酸化膜で扱いにくいシリコンが手の中にできた。ところがね、もう一つね、今の現代の技術にこうつながっていく、あるいはその後の出席回路の誕生につながっていく、そういうそのなんですか、重要な技術がもう一つあるんですよ。でこれがね、あのガス拡散法というそのな技術なんですね。ガス拡散法、はい、つまりものすごく純度を上げた、あのシリコンに、電流のもと入れてやるっていう話しましたでしょ、その入れ方にね、でその電流のもとを入れる、まあ、要するに不純物を入れるっていう、あの操作ですね、その不純物を入れることで、こう自分の思い通りのこう結晶に仕上げていくという、そういうその技術なわけですね。トランジスタ技術ってね、ものすごく微量入れるんだって、ね、微量入れるんですね。でそれを入れる入れ方がね、いろいろあるわけですね。でまず溶かし込むっていうのがあるでしょ、要するにこうちょっと入れて、あの、1回目の絵にも出てまいりましたね、微量ちょっと溶かし込んでやるというのが一つ、それからトランジスタ、合金型トランジスタ作るときに、あの合金拡散という方がありましてね、合金にして一緒に、あのこうね、あのインジウム入れてやると、ゲルマニウムとの合金ができて、あの染み込んでいくという合金拡散という方がありましたね、それからまあ、1回目でも出てましたイオン注入っていうのは、ものすごく巨大な装置で叩き込んでやるという方がありましたでしょ、まあ、いずれもあの全部入れて4つぐらいなんですが、そのうちの、まあ、一番こう長い間多く使われた方法というのがガス拡散法で、でここにね、あのちょっと模型がありますけども、これはシリコンの結晶だとしますでしょ、これを例えば N 型としましょうね、N 型を溶かしてあるというシリコンだとする、とそれをガスの中に P 型のガスの中にさらしてやると、はいほら P 型の層が上にできると、でもう一回今度 N 型のガスの中にガスを変えてさらしてやると、今度 P 型のようにまた N 型ができると、だからガスの
ガスの操作で N 型が P 型になったり、またそれが N 型になったり、つまり酸素をサンドイッチのようにできるというわけですね。再びここはベル研究所。太陽電池の発明者ジェラルド・ピアソン、ダリル・シャンピ、そしてカルビン・フラー、彼はガス拡散法の発明者でもあった。ここはフロリダリゾート地帯にある豪華な有料老人ホーム、病院、レストラン、娯楽施設付き 2LDK。 カルビン・フラーさん、今年89歳。彼はインタビューに先立って当時作った太陽電池の実物を取り出した。これはジェラルド・ピアソンと一緒にやったことなんですが、太陽電池の効率を調べる実験です。ほら、今でも電灯に近づければ電気が起きるでしょ。ほら、80ミリアンペア以上も出てますね。光の強弱で起きる電気が変化するでしょう。フラーさんの念頭には太陽電池の説明しかないようであった。自分の業績は太陽電池が業績なんでね、ガス拡散も確かに特許は取ったんだけどね、それよりは太陽電池の方をゴニャ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 言うわけですね。で、実は聞いてみますとね、こういうふうにこの N 型と P 型とこういうその例えば結晶を作ったとするでしょ、はい、でこれにこう電気をつで電線をつなぐと、それで光にさらすと、この電線の中で電気が流れると、はい、つまり電流が発生するわけですね。光のエネルギーを受け取って、それは太陽電池だとこういうわけです。それでそのフラーさんたちはひたすらこの層を作ることを一生懸命研究したわけですね。太陽電池を作るために、ために能率のいい太陽電池、光をいかにこう電流に能率よく変える方法はどうしたらいいかと、どういう層を作ったらいいか、どういう層の作り方をしたらその手際よくできるかと、そういう研究をなさってたんですね。でそれで たまたま、そのガスを使う方法は、その時に試行錯誤の中から生まれた方法なんで、実はそれはそれを生み出すためじゃなくて、太陽電池を生み出す途中で自分がこうね見つけた方法なんで、自分の業績としてはどっちかっていうと太陽電池の方が私の業績なんですが、とこういうわけですね。そうですか。それで奥さんはですね、もう我々がその日行く時にもうフロリダなんですよ、お宅がね、もう我々が行くっていうのも手くず抜いて待っておりましてですね、で僕らがそのフラーさんにお話をインタビューしてる間中ですね、もうその隣の部屋でもうそわ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 してお待ちになってるんですね、奥さんが。うん、これでなんかチラチラ見せたい雰囲気があるんですよ、こうね。ほう、これでチラッチラッとこう見せ、それでついにね、なんかそのね、お持ちだったの何ですかって言ったら、えたりとばかりこれだ。これは私の夫のカルビン・フラーに与えられたメダルです。1981年のことでした。その年エネルギーの研究をした世界の5人の科学者たちが太陽エネルギーの研究でこのメダルをもらいまして、そのうちの3人がアメリカ人だったんですが、3人とも太陽電池の研究者でした。フラーさんがエネルギー界のノーベル賞といわれるこの賞をドイツで受賞したのは第二次エネルギー危機の直後であった。私たちはお城でお食事に招かれたんです。ナイフとフォークとスプーンがみんな金でできていました。しかも初めていただくものばかり、トリュフとか、ご存知かしら。トリュフなんて日本でも召し上がります？フラーさんは全部で数十件もある特許の中からやっとガス拡散法の特許を探し出した。ホテル代、食事代、何もかも払っていただいて本当に素敵でした。このメダルはご覧のように金なんですよ。当時1オンスが700ドルでしたから、今よりも高くて結構な値打ちでしてね。ですから私は大事に袋に入れて、こうしてブラウスの中にしまい込んで帰ってきました。要するにシリコンを炉の中で P 型のガスにさらしてやると表面に P 型の層ができるというわけです。私、夫には内緒で金庫からこのメダルを出してきたんです。
夫は控えめな人で、そんなものをお見せしなくていいって言うんですけど、私はきっと皆さんが喜ぶと思いまして。だって金メダルだし綺麗ですもの。当時 AT&T はやがて通信衛星の時代が来ることを予測して、太陽電池の研究を強力に推進した。フラーさんたちの研究は当時最も重要な研究の一つであった。その過程でフラーさんが発見したのがガス拡散法であった。それがやがて半導体技術に大きな転機をもたらし、現代の半導体産業につながる革命を促していくのである。三重県四日市港の一角に半導体用シリコンを生成する高純度シリコン社がある。月産90トン。水俣の新日本窒素肥料時代に始まり、大阪チタニウムとの合併を経て、最後に三菱マテリアルに吸収された合併会社である。ノルウェーから運んできた粉末状の金属シリコン、純度 98%。これをタンクの中に入れ、塩酸で溶かし、塩化シリコンのガスにして蒸留棟に送り込む。ガスは繰り返し蒸留棟を通るうちに、次第次第に不純物が取り除かれ、高い純度のガスに生成されていく。不純物の含有量がわずか1000億分の1という超高純度である。このガスを今度は再び固体に戻す。今絵がちょっと出ましたけれども、あのシリコンの純度について、99.9999999 が11続くと言いましたね、はい、パーセンテージだと、はい、でそれはその10億分の1といいますか、あの原子、シリコンの原子10億に対して、不純物が1個の割合なんだと、うん、こういうふうに僕説明したんだと思うんですけどね、はいはい、私もナレーションでそう言いましたが、いやそれをね、それ誤りだと、はい、いうふうに訂正してくださった方がおりましてね、八王子の藤原さんという方なんですがね、こうあの1000億分の1なんだそうですよ。1000億10億じゃないと気がつかなかったですね。本当それでね、うん、あの10-11というのはね、はい、1000億のシリコンの原子に対して不純物が1個の割合なんだと、はい、それだしか許されない純度なんだ、うんうん、ですからね、私はこの間あの人口10億に対して外国人1人というような国と言いましたけれどもね、はい、もう一度言い換えますとね、地球20個分の人口に対してたった1人のような割合というふうに言い換えなきゃいけないんです、うん、それほどの純度、うん、それほどそのほとんどその 100% に近い純度でなければいけないんだと、はい、誠にそれでこう書いてもう謝るしかないんですけどね、文化系の人には大したことないと感じるかもしれませんが、私たちには大変気になる数字ですと。2人とも文化系で失礼いたしました。今後気をつけます。シリコンガスから固体シリコンを作り出す巨大な電気釜。技術者たちがシリコンの種棒をセットする。その数およそ100本。種棒は製品の中から切り出して使う。丸5日間種棒に電気を通し、シリコンガスを流し続けると、種棒は太さ10センチほどに成長する。その数およそ100本。この作業は半導体関係者にも見せたことがない。この工程こそ新日本窒素肥料が水俣時代に独自に開発した国産技術であった。熊本県水俣にある窒素株式会社、元新日本窒素肥料は戦前海外に工場を持ち、多くの社員が戦後引き上げてきた。大勢の引き上げ者を抱えた会社は新しい仕事の開拓に奔走した。ちょうどゲルマニウムトランジスターが激しい競争の時代に入っていた。首脳部は思案の末、ゲルマニウムの次に来るであろうシリコンを手掛けることにしたのである。
シリコンは109とか119です。9がその糖とか11で選ばなきゃダメ。純度が、純度が分からんですよ、あれ何にも。 99.99999 9が糖分並べるのに土台してやるかしら。唯一の手がかりはアメリカのデュポン社がシエン化ケイ素のガスを使ったという噂だけだった。昭和31年、水俣工場の一角に実験炉が作られた。これは当時を完全復元した実験炉である。組成シリコンを塩酸で溶かし、ガスにして炉に送り、そこに水素を流し込む。やがてシリコンが遊離して炉の内側に付着する。止めましてね、窒素が置換するわけです。インナーとか爆発しないガスでどん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 不活性ガスを入れる、AL でボコンっていきますからね、そして開けるわけ、開けたらドーンっていって設計に誤りがあり、水素が炉の中に溜まっていた。こんな爆発を繰り返しながら、実験炉のシリコンはその純度を次第に上げていった。昭和33年、野田工場の建設を開始した。当時ここには醤油会社のほかには大きな工場がなかった。松林が続く未開の原野は土地代が安く、塵や埃が少ない土地柄であった。石英の炉が完成し、最初の製造に入ったのが昭和34年暮れのことであった。この瞬間を全員が固唾を飲み込んで見守った。直径1メートルの石英管の内側にはびっしりと超高純度の竹晶シリコンが成長していた。いやもうそれはあんた最初にできた時はね、それはみんな社長以下掘ったて小屋にこもったんですよ、我々冬の寒いのに待機したもんです。って言いますのは、これはですね、このままじゃ製品評価できないんです。それでそれをですね、関係省の引き上げに持っていくわけです。なるほど。店内の純度に生成された竹晶シリコンを自作の機械で竹晶に作り直した。これを切断し、決められた場所の抵抗値を測って製品の量比を判定したのである。で測定したら係長が飛んできましたよ、ひょったて小屋に。どうだ大丈夫か、200オーマーあります、大丈夫か、みんな念を押すんですよ。ね、何の念をしたんですか。いやそのね、測り方とかいろんな条件でまるで手これたら変わるんです。あ、測り方で。測り方だとか針が潰れたりとかってるとか、感覚だとかね、表面のその粗さだとか表面の正常さだとかでもいろんな条件で変わるもんだから。ね、ところが大丈夫かって、いえ。もう絶対100オーム以上は保証できますよ。100オーム以上出ればそれは大したもんですわ。もうこんなに印象深かったことないですよ。みんなで万歳ですよ。わーっと喜んだっすな。結晶は日ごとに良くなり、ついに規定高1000オームのシリコンが完成した。それはアメリカが決めた水準値を大きく超えていた。十分というんで自信を持って意気揚々とですな、通産省に行ったできましたというわけ。それを持って行ったら、ケボホロロだもんね、日本の国産の品物なんか使えるかと、そんな測り方当てになるかという。信用してもらえなかった。信用してもらえ、それで通産省の方行って、試験所はダメで、通産省行って、通産省行ったらもう試験所から話が行ってるから、お前そんな国産品がもう使えるかい、ダメだって言われる。測りもしないで。測りもしない。もう腹立ったのな、情けなかったです。しかしその通産省けしからんですね。まあ、けしからんでも私のはけしからんと思ったんですよ。あなたに覆いしていただくのはありがたいんですけどね。しかしあなた、まあ、あの時のがっかりしたことないですよ、私は。しかしね、それは通産省だけじゃありません。日本のメーカーもですね、もう持ち歩いてまあいろいろやりますがね、それはあんたやっぱりもう半信半疑ですよ。
口ではね国産品奨励とか、言いながら実はそのね相当舶来主義といいますかね、国産品蔑視、そういうものに、国産蔑視のこう風潮っていうのがあったみたいですね。で、もうすでに何度もこの番組に登場なさってる東北大学学長の東北大学学長 の西澤純一先生ですね、ちょうどこれさっき出てまいりましたフラーさんの PN 接合ですね、P と N の接合状態、でこういう研究を西澤さんもなさるわけですね。大鉄工から始めて、でその西澤さんの場合には同じPN でもこれダイオードとしての研究をなさって、この間にですね、この間にこう絶縁層をね一つ入れるとね、ものすごくのダイオード の特性が良くなると、高い電圧にも高い電力にも電流にも耐えられると、で特性も素晴らしく良くなるという発見をなさるんですね。同時にちょうどその時にアメリカの GE でもですね同じ発明が行われましてですね、 GE はアメリカに特許を申請する、西澤先生は日本の国内に申請する、両方特許は成立するわけですね。でところが、日本 の各メーカーはですね、なぜか同じ特許が日本の国内にありながら、日本の各メーカーは GE の特許をありがたがってお使いになってると。で、ものすごいドルを、ものすごいドルを払って特許を買って使ってると。それで西澤先生、これは相当やっぱしこれは不合理だと言って、そのメーカーをこう訪ね歩くわけですね。不合理ですよ、不合理でしょうね、と我々も思いますね。その時のお話です。日本人の特許なんかに日本の会社が契約すると思ってんのかってやられるわけですよ。日本のメーカーが、はい、それはメーカーの方がおっしゃるわけですから。で、大体日本の会社が外国の特許契約するのは、まあ特許もさることながら、ここのところ箱のところにですね、RCA のパテントで作ってるっていうことを書くと、日本の人たちは買ってくれるってわけですよ。ありがたい。日本の、渡辺教授や西澤の、特許で作ってるなんて書くもんなら売れるものが売れなくなる。パテンテッドバイ西澤じゃ商品価値はないと。そういうことですね。売れるはずのものが売れなくなるって言われるわけですよ。だから我々は特許料ってのは宣伝費だと考えてろって言われて、そのショックを受けて帰ってきたわけですけどね。サンフランシスコからフリーウェイで南に下ると、やがて両側に広大な平地が開けてくる。俗にシリコンバレーと呼ばれ、半導体メーカーから装置メーカー、電子機器メーカーまで入れると、その数およそ4800社。今や世界一の電子工業地帯になっているシリコンバレーも、1950年代の終わり頃はまだ一面の果樹園地帯であった。春には杏の花が咲き乱れ、秋には梨やブドウの甘い香りが漂った。まるで平原のようなところにね、もう平べったい工場だとか会社がいっぱい並んでるという風景なんですね。ここがサンフランシスコの街ですね。ところが立体模型で言いますとね、この山とこの山の間に挟まったこの谷間がいかにも谷間ですね。こうしてみますと、これがシリコンバレーって後からつけた名前であって、この果樹園地帯、昔大果樹園地帯だったんですね。でそこに、ベルケンを辞めて、やってまいりましたウィリアム・ショックレーはですね、ショックレー研究所っていう会社を建てるんですよ。でそこにですね、アメリカ全国から秀才を募るんですね。でこれが今のシリコンバレーの芽になるわけです。芽ってのは芽吹く芽ね、木の芽の芽。ショックレー博士に選ばれた血気盛んな若者たち、頭脳明晰、野心満々、彼らこそが後に半導体を現代産業に飛躍させる原動力になる。その一人がアメリカ半導体産業の父と呼ばれ、昨年他界した故ロバート・ノイスであった。ショックレー研究所は研究員が25人ほどの小さな研究所でした。ほとんどが博士号を持った人たちで、皆半導体技術の研究開発をしていました。非常に優秀な研究者ばかりで、新しい技術に挑戦する刺激的な研究に情熱を持っていました。ある日、私はアメリカ電気電子学会が出版している雑誌を読んでいました。これは専門家向けの月刊誌なのですが、その裏表紙にショックレー研究所が研究員を募集するとの広告が載っていたんです。
広告といっても実は電話番号が暗号で書かれていましてね、まあ簡単な暗号だったので早速解読して電話したというわけです。多分ショックレイはパズルの形にして人を試したかったのでしょう。ショックレイがカリフォルニア州に研究所を建てたのは彼のお母さんがそこに住んでいたからなんです。ただそれだけの理由だったんです。お母さんがテキサスに住んでいたらシリコンバレーはテキサスにできていたでしょう。私は家内を連れてカリフォルニア州のパロアルトへやってきて、サンアントニオ通りにあったショックレイ研究所を訪ねました。私がショックレイと面接を済ませて車に戻ると、どうだったって家内が聞くので、研究員として採用されたよ、これからはここで働くことになるんだって言ったんです。すると家内がびっくりして叫びました。まさかあなたこんな鶏が走り回ってるようなところに引っ越すっていうの？冗談でしょう。これはショックレイが建てた研究所の建物、現在はオーディオショップになっている。ここがシリコンバレー発祥の地であった。ショックレイ博士の名声に憧れてここに馳せ参じた若者たちはすぐに経営者としての博士に失望し、やがて絶望し、ついに博士の元を去るのである。ショックレイは何を研究すべきかという確かな狙いを持っていませんでした。彼はほとんど毎日違うことを言い出しました。研究というものは一つの方針を決めたらひたすら目標に向かっていかなくてはならないはずです。毎日新しいことを思いついて、その都度方向転換していたのではダメなんです。ショックレイは次々と新しいアイデアを思いつきましたが、結局何一つ完成することができませんでした。私たちはショックレイに経営を任せておくことはできませんでした。彼は確かに非常に優秀な科学者でしたが、経営は専門家に任せるべきで、彼の気まぐれで研究費を無駄遣いするわけにはいきませんでした。若者たちは博士を経営者の地位から外そうと画策した。だが博士がノーベル賞を受賞するに及んで実行が不可能になる。残る唯一の手段が集団退社だったというのである。8人だったかしらね。彼のやり方が気に入らなかったのか、何か違うことを始めたかったんでしょう。とにかくみんなで一斉に彼のもとを飛び出してしまいまして、研究所には大きな損失でした。あの時ほど落ち込んだ夫を見たことはありません。夫は黙り込んだまま真っ青な顔をして悲しみに打ちしがれていました。黙り込んで決して忘れません。信じられないといった表情でした。落ち込んでただ押し黙って青い顔して、あんな夫の姿を見たのは初めてでした。青ざめてね。ショックレイのもとを集団で退社した若者たちは新会社フェアチャイルド社を設立。資金を提供したのは同じ名前の航空カメラ機器会社であった。裏切りの若者たちと呼ばれた当時の事情と心境についてロバート・ノイスはこう語るのである。ショックレイは私を裏切り者だと思ったでしょう。やり方がフェアじゃないとね。でもチャンスがあればいつでも飛びついて挑戦していくのがアメリカのやり方なんです。確かに彼の元を去るときは辛い思いをしました。そして私自身フェアチャイルド社やインテル社の時代に部下が辞めていくときはいつも寂しいものでした。しかし長い目で見れば会社を飛び出していって自分で大きな仕事を始めるというのは素晴らしいことだと思います。
ノイス率いる若い集団は自由の気風とあくれんばかりの活力で新しい技術に果敢に挑戦していった。ここで生産した最初の商品が当時の先端技術メサ型トランジスタであった。名もないフェアチャイルドの技術に注目したのが軍事に深く関わっていた IBM である。最初は100個に過ぎなかった注文が日を追って増え、フェアチャイルド社は増産に追われ、次々と工場を新設していった。ここは酒場のリッキー。フェアチャイルド社早々期の商品計画や販売戦略は全てここで行われたという。 IBM からの初めての支払いは1万5000ドルでした。当時問題だったのはシリコン製の電子部品はほとんど 100% 軍事的な需要で支えられていたことです。つまりシリコンのような優れた温度特性を必要とし、なおかつそれだけ高い金を払えたのは軍だけでした。しかもフェアチャイルド社の製品は反応速度が速く安定していたので軍に信用されていました。おそらく軍事的な需要がなかったら私たちの生産技術は進歩しなかったでしょうし、商売にもならなかったでしょう。とにかくシリコンの電子部品はコストが高かったので、軍に大量に買ってもらって値段を下げるしかなかったのです。フェアチャイルド社の名前を世間に広めた有名な出来事がありました。ミニットマンミサイルの主要なトランジスタ2種類を私たちが開発することになったのです。これはもちろん私たちにとって大きな仕事でしたが、ミニットマン計画全体の中でも最高の契約額を記録しました。当時フェアチャイルド社の収入の 75% は軍事的な目的の製品から来ていました。しかし3年後には軍関係は 25% になり、コンピュータ市場が中心になりました。そうするとこの若者たちあれでしょうね、最先端のその IBM から認められたってことで、はい、それは有頂天だったでしょうね。で第一その、ショックレーとたもとが分かつ原因になったのも、これはショックレーはそのダイオードを作れと、こういうで若者たちはその当時の最先端技術であるメサ型のトランジスタを作りたい。これがまあどこまで行っても平行線で、結局彼らはまあ他のこともたくさんあったんでしょうけども、基本的にはその点が折り合わなくて飛び出るわけですね。みんなメサ型のトランジスタを作るがために出て会社を起こしたと。それが一番、例えばウエスタンエレクトリックでそれが開発される、当時生み出される、あれだと。ここで若者たちが取り組んだメサ型トランジスタの工程と構造について説明しよう。まず N 型シリコンを用意する。これを拡散炉に入れて密封する。操作の実演は仙台の半導体研究所にお願いした。これは P 型不純物ボロンの化合物、液体である。これを不活性ガスに混ぜて炉の中に送り込む。含ませるボロンガスの割合を慎重に調整する。ガスの濃度と加熱時間で結晶表面にできる P 型層の厚みが変わってくるからである。P 型物質ボロンのガスの中で加熱された N 型シリコンはその表面が P 型に変わっていく。カルビンフラーのガス拡散法である。 PN2 層になったシリコンを今度は酸化炉に入れて密封する。そこに水蒸気を送り込む。すると炉の中のシリコンは空気中の酸素と結合して表面が丈夫な酸化膜で覆われる。これはカール・フロシュとリンカン・デリックが発見した方法である。紫色の薄い層が酸化膜、その下に P 型層、さらにその下が N 型層。酸化膜に窓を開け、そこから再びガス拡散の方法で N 型物質を浸透させるのである。窓を開ける方法は写真技術を利用する。この後隣にも窓を開けておく。この状態で断面を見てみよう。下から NPN と3つの層がサンドイッチ状に重なっている。2つの窓に金の膜をつけるとこれが電極になる。不要部分を削り落として台地のようなメサ型が完成する。
メサ型ではガスの制御で P 型層を精密に作ることが可能になり、トランジスターの特性が飛躍的に向上した。これからご覧いただく場面は、電極部分にワックスを塗る作業である。大野実さんが当時を再現してくれた。溶剤で溶かしたワックスを1ミリ角の結晶の中心に直径 0.5 ミリの点にして塗るのである。中心に光る2本の線が電極である。これもずれたけど。電極部分をワックスでカバーして屈散の溶液につけると、不要部分が溶けて電極部分だけが残るという仕掛けである。大野さんは人形の顔を描く小さな筆を愛用したが、いつもまぶたが痙攣するほど苦しかったという。感じとしてはこんなところですね。いいですね。いやー、よくないけど、まあ。ああ、いけそう。大変でしょ。あんな細かい仕事。それはね、この中の、この部分だけを筆でね、あのこうアピエゾンワックスっていうんで、あれでこうここだけを覆おうとしたあの作業なんですね。ここだけを覆って隠しといて、はい、カバーしといて、それであの薬品の中につけると、これ以外のこれが取れるだろう。ああ、なるほど。台形周りを削ぎ落とすための作業なんですか。そうね。で今度さっき登場いたしました酸化膜の発見者であるリンカン・デリックさんは、ここのところをもう少し合理的に、金属のマスクで覆っておいてスプレーでやろうって言ったんですね。こんな小さなスプレー式のエアブラシを使って溶剤で薄めた黒いアピエゾンワックスをマスクの穴を通して軽くシリコンの上に吹きつけます。するとワックスが表面に残り、綺麗な黒いワックスの点が塗れるわけです。金属の穴の開いたものにスプレーでチャッって やると言いましたね、もしそれがね、じゃあ写真でやったらどうなんだってことになりますね。ここに緩光剤塗っといて、そのマスクを重ねて録音して、それであとそこを薬品で除去すれば、きれいにそれが あそこに必要なところは膜で覆われたり残ったりすると。写真工程はベル研究所のジュールス・アンドリュスが発明しました。彼は熱心な写真家で、カメラなどは全て研究所に揃っていて、なかなかの腕前でした。そしてある日、彼は緩光剤を使って酸化膜に穴を開ける方法を思いついたのです。対潜哨戒機 P3C が間断なく離陸着陸を繰り返すモフェット海軍基地。同じ敷地の中にある NASA のエームス研究所。それらと道路を挟んで隣接するフェアチャイルド社3番目の工場。軍用トランジスタを大量に生産するようになって会社は急成長を遂げた。だがこの時、繁栄を根底から揺るがす事態が襲った。出荷したメサ型トランジスタが次々とダウンし始めたのである。突然大きな問題が持ち上がりました。メサ型トランジスタは奇妙な病気にかかってしまったのです。 IBM などからも返品が相次ぎました。つまり梱包中や納品した後でトランジスタがショートしてしまったのです。当時は樹脂で固める今の集積回路と違って、トランジスタにヘッダーと呼ばれる缶をかぶせて密閉していました。やがて原因が分かりました。つまり缶をかぶせて溶接するときに中に金属が飛び散っていたわけです。これを私たちは UFO 未確認飛行物体と呼びましたが、この金属の破片が P 型と N 型の接合部分に着地してトランジスタがショートしたのです。 UFO が着地すると途端にショートするんです。突然起きるわけですから、全く悲劇的な大問題でした。特に私たちがミニットマンミサイルの開発に参加していた時だったので、必死になって原因を追求しました。UFO は重大問題に発展しまして、もし解決できなかったらフェアチャイルド社は工場閉鎖に追い込まれたでしょうから、全社を挙げて研究しました。そのうちこんな装置ができました。トランジスタをソケットにセットすると、しばらくの間
鉛筆がその頭を叩くんです。繰り返しトントントンとね。あまり長くは叩きませんよ。やりすぎると全部ダメになってしまいますからね。ダメになったものはその場で取り除きました。まあしばらく叩いてみて一応テストをパスしたことにしたんです。今のお話をもう一度分かりやすく言いますと、カンフージをした、するときに溶接をする、溶接をした粉が中に飛び散る、飛び散った粉が缶の内側についたと、その内側についた粉が、しばらく経つとパラパラと落ちてくると。だから、タッ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 と10回やるうちに落ちるものは落ちると、それで不良なやつは跳ねていいやつだけ出すんだけど、10回以上叩くと今度はぶどまりが落ちるからそれ以上はやらないと、こういう話なんですね。で何が具合悪いかと、例えば落ちてパラパラとこう落ちたとこうしますね、トントントンと、これはオーバーですね。しかしオーバーですけど、まあ分かりいいからそうしましょう、そうするとこういう金属の粉がこの接合部分T と N のこの接合部分についたとしますね、そうするとこれはちょうどここをリード線でつなぐようなもんですから、そうするとこれはショートしちゃうと、途端にこのトランジスタはもうそれで終わりという事態が起きたわけですね。でこれをなんとかしなきゃいけないと、でそれを担当した、まあ、あのジン・ハーニーさん、待てよ、なんでしかしね、なんでこんなむき出しにしとかなきゃいけないの、もともとは三角膜で覆ってたんじゃないのと、それわざわざなんで取る必要があるんだろう、三角膜は残しといたらどうなんだろうと、ですね、とこれは第一形で、ね、第一条だけど今度はこれは平らですから、プレーンですから、平原のように平らだからプレーナー型トランジスタ、これはもう落ちても大丈夫、全部三角膜の下に覆われてますから、いくら落ちたって何の通用もないと。これはジン・ハーニーが開発したプレーナー型トランジスタ。シリコン結晶の表面には必要な電極しか顔を出していない。したがって汚染に対しては絶対の強みを発揮した。だが当初ロバート・ノイスたちはジン・ハーニーの話をにわかには信じようとしなかった。そこでハーニーは一世一代のデモンストレーションを敢行する。私の一世一代の実演はこうやったんです。このようにトランジスタを置いておいて、鉛筆なんかでトントンやるなんてこれからは時代遅れになるわけよと宣言して、ドンとハンマーを振り下ろしたんですが、トランジスタはちゃんと動きました。これにはみんな相当びっくりしたに違いありません。実際私もハンマーで叩いてみたことはなかったので大きな賭けでしたよ。もし失敗していたら実験室に戻って3ヶ月後に出直してこいと言われたでしょうね。とにかくノイスが特に感激しまして、わずか1週間か2週間のうちにメサ型をやめてプレーナー型トランジスタを導入することになったんです。酸化膜、写真エッチング、不純物のガス拡散、これらを総合したのが選択拡散といわれるプレーナー技術であった。これが劣化とぶどまりに悩む他社を尻目に市場を席巻し、フェアチャイルド社に莫大な利益をもたらした。メサ型トランジスターの UFO 現象で倒産の危機に追い込まれたフェアチャイルド社は一転巨大企業へと飛躍を遂げていくのである。プレーナー型トランジスターの作り方はこうである。まず N 型シリコンの上に酸化膜をつける。その上に緩光剤を塗る。酸化膜に開ける窓の図形を重ねて露光、緩光膜に窓が開き酸化膜が顔を出す。これを薬品で処理すると酸化膜は溶けて流れてシリコンの生地が顔を出す。この状態で炉に入れて不純物を拡散する。中には P 型物質ボロンの化合物が流れている。炉の中の N 型シリコンは窓の中だけが P 型に変わっていく。これを色で表現してみよう。グレーの N 型層が次第に青の P 型層に変わっていく。この状態で割って断面を見よう。窓の下には上から順に P、N の2つの層ができている。これに再び酸化膜をつけ、その上に緩光剤を塗り、小さな窓を開けるための図形を重ねて露光、
型層の上に小さな窓が開く。ここから再び N 型物質をガス拡散。 P 型層は窓の中だけ N 型に変化する。割って断面を見よう。窓の中は上から NPN と3つの層が重なっている。ここで再び全体を酸化膜で覆ってしまう。緩光剤を塗り、図形を重ねて露光。薬品で処理をすると真ん中に N 型層、少し離れた場所に P 型層が顔を出している。ここで全面にアルミニウムの膜をつけ、その上に緩光剤を塗り、電極の図形を重ねて露光。薬品で処理すると不要部分が流れ去り、電極部分だけが残る。表面に顔を出しているのは必要な電極だけ、他は酸化膜で覆われている。やがてこの技術はすぐに集積回路の発明につながっていくのである。すべてのものがですね、この酸化膜の下に入っちゃって、うん、必要なものしか上に顔を出してないという、うん、トランジスタですね、うん、でこれをですね、うん、やがてこの隣にね部品も作って、うん、抵抗とかコンデンサーって部品を作って、うん、その上に酸化膜を塗って、うん、同じように通路をつけて上に配線をして結んじゃえば、うん、中に装置が入っちゃうじゃないかと。ジャック・キルビー、今年68歳。彼が集積回路を作り出したのは1958年9月のことであった。次第に分かってきたのは、シリコンを使って電気回路のあらゆる部品が作れるということでした。当然トランジスタはできますし、ダイオードや抵抗器にコンデンサーなども作れました。テレビで説明するための拡大模型はキルビーさん自身がスケッチをしてくれた。これはスミソニアン博物館に寄贈されたキルビーさん製作の集積回路1号。長さ1センチぐらいのものなんですがね、幅数ミリの、はい、見ますとこれがゲルマニウムの板です、うん、ここにメサ型のトランジスタがあります。あ、これがトランジスタですか、ね、はい、でここにですね、金属の膜を貼ってありますので、これがコンデンサーです。それでこのシリコンそのものがですね、これは抵抗になっておりましてね、この辺、こことここの間が抵抗とか、ここのここの間が抵抗とか、これ自体が抵抗になってますから、メサ型のトランジスタを作ってあげて、それらをこう線でつないでやれば、これが発信機になると。線が、配線が上に出てるではないかと、はい、いう人もいたわけなんですが、うん、ジャック・キルビーは、うん、いやそれはこう配線もね、はい、金属蒸着で配線することも可能であるっていうふうに東京には書いてあるんですね。ああ、そうですか。考えていたわけですね。いたわけですね、うんうん、ただ実際に最初できたのはこれ空飛ぶ配線だったわけです、はい、これはロバート・ノイスが発明し量産化した集積回路。表面に見える白い線が部品をつなぐ配線。これが酸化膜を挟んで一層下に作られたトランジスターや抵抗などの部品群につながっている。こうして小さなシリコン結晶の中にコンピューター用の論理回路が組み込まれた。本格的な集積回路の登場であった。当時はちょうどミサイル時代を迎えた頃で、信頼性があり、より小さくて軽い電子部品が求められていました。ですからよりよく小型で安定した電子部品の開発は時代の要請だったのです。ただ問題はその方法を見つけることでした。私に言わせれば、集積回路は私が怠け者だったから生まれたようなものです。いや、つまりトランジスタは1枚のシリコンの上にきれいに並べて作り込んで、それをわざわざ小さいチップに切り分けて、女の子たちが顕微鏡を覗いて一つ一つに電極をつないだわけです。それをお客さんはまた基板の上でいくつものトランジスタをつなぎ合わせていました。いや、そこで私が考えたのは、面倒だから初めから一枚のシリコンの上で部品をつないでしまえと。しかし今のように何百万個ものトランジスタをシリコンチップに組み込むようになるとは夢にも思いませんでした。その当時は今のチップほど複雑な装置は世の中に存在していなかったんですね。この2年前、1957年10月4日、ソ連が世界初の人工衛星スプートニクを打ち上げた。
アメリカは必死で後を追うが、ロケット技術に歴然とした差があった。間違いなく言えることは、1957年ソビエトのスプートニク号打ち上げが成功すると、アメリカでは軍が巨額の資金を提供して、慌てて電子部品の小型化を後押しし始めたということです。つまりアメリカのロケットにはソビエトのものほど推進力がなく、重たい部品が積めなかったという事情が電子部品の小型化の推進力になったのです。衝撃を受けるアメリカを尻目に、ソ連は宇宙空間に人間を打ち上げた。衛星軌道を回る宇宙飛行士ガガーリン。アポロ計画を宣言するケネディ大統領。ソ連に遅れること10ヶ月。アメリカも宇宙飛行士を衛星軌道に乗せるが、そのロケットがソ連のボストークに及びもつかない。ロケットの推進力のなさがアメリカで中性回路の開発の推進力になったということですね。なんか相当ダジャレみたいな話なんですが、うん、特に空軍ですね、はあ、空軍がもうあのスプートニックで大変な衝撃を受けてね、何が何だったらその追いつかなきゃいけないと、うん、一つはもちろんそのロケットの開発なんですが、もう一つはやっぱり積むものを工夫しようということで、で莫大なそのお金をですね、その電子機器の開発にその追い込むんですね。スプートニクショックをきっかけに、西側では電子機器の超小型化を目指すのである。英国王立レーダー協会のダンマーは1957年シリコンに小型回路を組み込んだ。米陸軍信号開発研究所と RCA の技術者はマイクロモジュールを考えた。装置を構成する重要な回路をブロックごとに薄く作り、それらを重ね合わせることで装置全体の小型化を図ろうという考えであった。ウェスティングハウスの技術者はモレキュラーエレクトロニクスの構想をぶち上げた。しかし見本らしきものはあったが、それらが一体いかなる構造でどのようにして作るのか最後まで判然としなかった。ウェスティングハウス社のこのモレキュラーエレクトロニクスの計画に空軍は200万ドルの大金をかけたのです。しかしキルビーが指摘したように、ウェスティングハウス社の計画は何か革命的な大発明を目指していたようですが、電子回路技術の歴史を無視したわけのわからないものでした。空軍はそれまでにあった電子回路とは全く違った新しいものを求めていました。誰にも文句を言わせないような画期的なブレイクスルーを狙っていたわけです。しかしちょうどキルビーが集積回路を発明したので、私が空軍に売り込みに行きました。結局空軍は資金を我々に与え、我々は集積回路を完成しました。それに比べウェスティングハウス社のモレキュラーエレクトロニクスからは何も生まれてきませんでしたから、キルビーの集積回路が空軍のメンツを立てたんです。空軍は海軍や陸軍を出し抜いたわけで、集積回路の発明に貢献したのは我々空軍だと論文まで発表したのです。やがてキルビーたちがですね、ミートマンミサイルのね、小さなコンピューターを作るんですよ。これくらいのね、まるで小さな、こんな小さな、これぐらいのね、タバコ、シガレットケースぐらいのね、コンピューターをそのね、作ってみせるんですよね、IC で。ほうほう。でそれにはね、モレキュラーエレクトロニックと書いたんですよ。それでこれで、空軍の官僚さんも男が立ったと。はうん、もうウェスティングハウス、もう本当の彼ら本来のモレキュラーエレクトロニックスは捨てて、キルビーの IC に、をモレキュラーエレクトロニックスと称して、空軍の官僚先生たちは男が立ったと、こういう話なんですね。まあ、その頃 IC とは言いませんで、ソリッドサーキット固体回路と呼んでましたけれども、できたというニュースが入りまして、でそのニュースに関しては非常に情報が不足しておりました。もうそのなんか回路ができたということだけでですね、固体の中で回路ができたというだけで、あとはもうほとんど情報なかったんですけれども、初めて IC ができたというレポートがエレクトロニクスという、向こうのエレクトロニクスという本に載ったわけです。
ただこれはですね、非常にその哲学的な話でですね、はっきり言って最初見た時何を言ってるのかさっぱりわからないと、とも我々わかんないと、何言ってるかわかんないってことで、まあ軽く見過ごしてたわけですがね、まあやっぱり当時の菊池さんがね、どうもおかしいと、これは何か新しいこと言ってんじゃなかろうかと、ちょっと見過ごすわけにはいかないんじゃないかと。電気試験所では2人の研究員が独自技術で固体回路の試作に取り組んだ。樽井康夫さんと伝田誠一さんであった。これは昭和35年三菱電機半導体事業部で書かれた技術面。そこにはウェスティングハウスの構想したモレキュラーエレクトロニクスについて記載されていた。当時の三菱電機の関社長がですね、ウェスティングハウスに行って持ってこられたわけです。特許契約はしてません。あ、特許契約なしですか。はい、今言ったようにモレクラエレクトロニクスというのはですね、概念的なものですから、ノウハウとなくて私どもが要するに身を見まねで作ったわけですね。だから最初は1個もらったんだけども、残った10種類は全部我々が作ったんですよ。何もなくて勝手に作ったとかしいんだけど、まあ、当時その技術固まってないもんですからね。固まってないのに何が何でも形にしなきゃ、ちょっとせっかく社長が持ってきたのをですね、ものにしなきゃならないなと。モレキュラーエレクトロニクスに触発された三菱電機の関社長は、同じ技術の自主開発を号令し、モレクトロン計画と命名した。しかし当時の技術陣には集積回路の基礎であるプレーナー技術がなかった。かろうじてあったのがラインエッチングでシリコンに抵抗を作るという初歩的な技術であった。 PN2 層にしたシリコンの表面にパラフィンを塗り鉄筆で引っかいた。その後エッチング液につけるとパラフィンの取れた部分が抵抗となり、抵抗値はその長さで決まったのである。昭和36年1月、電気試験所の樽井伝太コンビが取り組んだ固体回路が完成した。ゲルマニウムの結晶板に合金型トランジスタと抵抗コンデンサーを作り込み、金線でつないで樹脂で固めた。それはフリップフロップ回路を搭載した国産初の集積回路となった。電気試験所の後を追うように三菱電機が11種類の試作モレクトロンを発表した。私どもが11種類発表したのはですね、シリコンはシリコンなんだけども、当時トランジスタの技術がシリコンできなかったんです。で、ゲルマニウムトランジスタを埋め込んでですね、まあ、ごまかして作ったっておかしいんですけども、そんなことがあったぐらい。埋め込んでってどういう意味ですか。あのシリコンの中にあのゲルマニウムチップの入る穴を開けてそこに埋め込んだわけです。ああ、その中に、つまりその分子的に形成させるんじゃなくて、じゃなくて単なる貼り付けですね。え、それじゃ偽物じゃないですか。まあ、そうですね。抵抗とコンデンサーはできるわけですよ。うん、で、それ、それにトランジスタをくっつけたということです。貼っつけた。貼っつけたということです。で、線でこういうふうに持っていくという形ですね。こういうふうに、大変よくわかりました。いやいや、初めてあの実態がわかりました。いや、初めてって私も初めて言っただけで話してじゃあかなりあれですね、あのこう、IC というには恥ずかしい。だからよく伝田さんなんかにですね、あのモレクトロはどうなったのなんてこう聞かれますけどね、恥ずかしく言えないですよ。だからこれはプレーナートランジスタの特許である。本格的な集積回路はこの技術抜きには不可能と言われたほど、それは集積回路の基本技術でもあった。フェアチャイルド社のロバート・ノイスはこの特許を武器に日本における半導体の生産を通産省に申請した。通産省がこうやったんですね。であの僕のとこやってきて、もう、日本のミティぐらい頭のコンコチのやつは嫌しないと。だからあのプレーナーパテントをね、どっかにあの金を取ってもらうだけでいいからやってほしいと。それは日本電機はどうなんだ。長船さんとロバート・ノイスはある学会を通じて親交を結んでいた。長船さんはノイスの条件を直接トップに持ち上げた。トップは即座にプレーナー特許の独占使用権を買い取った。エクスクルーシブライセンス取っちゃった。独占使用権ですね。そうなんだ。そうするとね、フェアチャイルドですら日本には輸出できなくなる。
でもうあらゆるところをそれで押さえつけてね、他のメーカー全部買いましたよ。これまた恨まれましたね、きっと。ええ、ことに日立が一番恨んだんじゃないですかね。ね、その発明者のノイスが日本に来られて説明して、そのテーブルに私いたことがあるんですがね。説明会の。説明会。プレーナーってのはこうだけ優れてる。で、こんな 4% とかね、なんかロイヤリティは安いもんだっていうのなんか説明したような記憶ありますけど。そこにご出席なさって。出席してましてね。で、まあ、当時、血の気が多いですから。当時、日立製作所の武蔵野工場では、メサ型トランジスターの劣化対策に取り組んでいた。缶を開けてみると中にシリコンの結晶が見える。劣化に苦しんだ日立の技術陣は、完成したトランジスターの結晶に後から表面処理を施すことで汚染から守ろうと考えた。メサ型のこういうトランジスターの表面に、後からですね、でも作った後で、酸化膜、まあ石英のような SiO2 ですが、酸化膜の、まあ、薄い膜をこうかぶせると、でそういう実は技術なんですが、それであの表面をその水蒸気その他の不純物から守ろうというふうな技術だったんですね。トランジスターが完成した後にする熱処理は温度が低くなければならなかった。試行錯誤の末、酸化シリコンの有機物をガスにして炉に流し、その中にメサトランジスターのウエハーを入れてみた。表面が酸化シリコンの膜で覆われた。ところがそれをやってみますとですね、そういう低い温度でその有機化合物を分解して作った膜というのは、その高い温度で石英のような膜を作るのと非常に違っててですね、簡単に言うと非常にこうガサガサしていて、穴だらけだと。ですからつけてもですね、水蒸気が全てその穴から全部浸透してしまってですね、役に立たないと。でそういう状態だったんですね。でこれを何とかしなくちゃいけないと。今度は酸化シリコンの上に金属の膜をつけ炉に入れてみた。2つの物質を一緒に加熱すると、場合によっては低い温度で溶け合うという現象を利用しようと考えたのである。無数の金属と酸化シリコンの組み合わせが試されたが、目指す金属が見つからなかった。ところが私 の, あの実験の一緒にやってくれてた、上原君っていうあの若い人がですね、ある程度いたずら気味にですね、石英の板の上に鉛の粒を乗せてですね、バーナーの上でこう炙ってたんですね。そしたらあの非常に低い温度でですね、その鉛がのところがポトッとこうシリコンの石英の板に穴が開いてポトッと下に落ちた。私たちも同じ実験をしてみた。粒状の鉛を用意し、一粒つまんで石英ガラスの小さなお皿に入れた。これにガスの炎を近づけた。たちまち鉛が白い煙を上げて燃え始めた。やがて石英ガラスも鉛とともに燃え始め、容器の底が飴のように溶けて抜け落ちた。つまり低温処理で作るスカスカの酸化膜も金属と組み合わせれば密度の高い膜に変化する。この方法をプレーナー特許への対抗手段に使おうと考えたのは工場現場の技術者たちであった。プレーナー特許が酸化膜を残すなら、日立は酸化膜を一旦取り除いた後新しい膜を付け直せばいいと考えた。こうしてできたのが低温表面処理技術によるトランジスターであった。だが実験試作の段階ではうまくいった技術も、量産に入ると想像を絶する困難が待ち受けていた。よく日曜にね、胃が痛むなんてもんじゃないです。もうそういうの通り越してるわけです。一個もできないわけですから。お客様の納期、今月10万個納めますってもできないわけですね。それが一社じゃないですね。各社約束してますから。それはもう営業はね、大変なものだったです。罵倒されました。注文も取っておいて、しかも独自のものを追求してますね。独自路線を追求して宣伝をしておいて、受注したらできないと。もう本当にね、四面楚歌っていうのはこういうことですね。味方は誰もいないわけです。そういう過程で技術が育つんですね。考えに考え抜くわけです。それで何とかして乗り越えると、私は成功は成功を呼ぶって言葉が好きなんですが、一回成功した人っていうのはね、頭の隅にどっか残ってるんですね。
その地震が次の何か難関にぶつかった時に必ずその人はやり遂げちゃう、そういう意味でね、そう今仲間の人たちっていうのはすごい修羅場をくぐってきてます、何回も。ですからそういうその工場のそういうなんて言いますか、リーダーシップを取られた方々の、その当時の決断と、まあ、勇気っていうのはですね、それがまあ、今日 の、 その日本の半導体の一つのですね、流れとして、あるんではないかと思いますけどね。国産技術に対する執念みたいな、はい、そうですね、もんですね。1969年7月16日、アポロ11号が月に向けて飛び立った。4日後、宇宙飛行士月面を制覇。ケネディ大統領が月に人間を送り込むと宣言してからちょうど8年目の快挙であった。この旅は飛行士が自ら宇宙船を操縦して地球と月の間を往復したのである。それを支えたのが超小型誘導コンピューターであった。これは完成したばかりのアポロ司令船。装置はケネディ演説の直後、マサチューセッツ工科大学の機器操縦研究所に NASA から発注された。超低電力、超高信頼性、大きさが1立方フィート以下という過酷な条件が課せられた。アポロ11号の誘導コンピューターがボストンのコンピューター博物館に寄贈されていた。さまざまな機能別のモジュール、警報、操縦、電源、センサー、ロープ操作、そしてロジック、それらのどれも両面がびっしりと IC で埋まっていた。一つのモジュールに片側60個、全部で120個。装置全体に使われた IC2826 個、トランジスター550個、その消費電力がわずか55ワット。総重量が約32キログラム。しかしその大半はケースの重さと IC をつなぎ合わせる膨大な配線の重さであった。開発当初の1960年には1個1000ドルもしていた IC は4年後には25ドルに下がり、12年後のアポロ17号では1個1ドルになっていた。1960年代、宇宙開発で日々刻々進歩する電子技術の情報を求めて、日本人技術者はアメリカの学会に殺到した。毎年2月の国際固体回路会議から12月の国際電子デバイス会議まで、大小50回に近い会議が開かれる。そこに退去してやってくる日本人は、稚拙な内容を聞くに耐えない英語でしゃべる不思議な集団であったという。When the 60s.1960年代の後半になると、どんどん日本人が会議に参加するようになりました。そして彼らもたまには論文を発表しましたが、大抵は出来が悪く、英語も実にひどいものでした。最近は昔とは違って、日本人の英語もだいぶ上手くなってきたようですが、当時はまだまだアクセントがひどくてね。例えば日本人たちが IDM 電子デバイス会議なんかにやってくるわけです。そこで会議の参加者が500人いたとすると、そのうち100人は日本人でした。彼らは非常にまめに会議に出席して、しかも全員カメラを持っていました。そして発表者が新しいスライドを映すたびに一斉にシャッターを切るわけです。当時こんな冗談がありました。スライドが変わるたびにするあの変な音を知っているかい？あれは日本人のカメラが痙攣してるんだよ。
スライドが変わるたびになぜか日本人のカメラが痙攣したのですとカニンガムさんは苦笑する。日本人の論文発表は本当にひどいものでした。あまりにもひどすぎてついつい吹き出してしまいました。私が思うに彼らは我々の発表を聞くのが目的で、礼儀としてとりあえず自分でも論文の発表をしたのでしょう。とにかく日本人の論文は時代遅れで、我々には何の意味もない論文でしたから、きっと論文はアメリカ行きの切符みたいなもので、アメリカで発表するといえば上司も行かせてやったのでしょう。それに日本人の論文には一つに15人も名前が載っていて、全員がやってくるんです。で、彼らの発表など誰も聞いてやしませんが、彼らは他の全員の発表を聞いて帰るのです。日本人は皆同じ黒いスーツを着て、同じ背丈で、我々には一人一人見分けもつきませんでした。それにいつもグループで出歩いていて、アメリカ人は個人主義だからそんなことはしませんが、彼らはみんなくっついてあちこちうろうろして、みんなで一緒に観光バスに乗ったりしていました。今と違って私たちは日本人を見て笑ったものです。しかし彼らは非常に礼儀正しく、見たところ全くおとなしくて恥ずかしがり屋のようでした。だから私たちは彼らの企みも知らず、どれだけ躍起になって働くか、電子産業にどれほど金を投資するか全く考えもしなかったのです。しかも電子産業が現在のように国家的な規模になり、日本人がここまでやるとは想像もしませんでしたから、恐れも抱かずに何でも教えてしまったんです。カニンガムさんがおっしゃるように、まさか日本人が我々をひたひたと追っかけてくるとは思わなかった、それでまさか日本がアメリカをこのように急追するとは思わなかったと、こうおっしゃってるわけですね。今までのところはずっとやっぱり日本は遅れててですね、はい、それはどういうきっかけで今日のこういう状況になったかっていうのは、それはただ一つ挙げるとしたらですね、それは様々もっとたくさんあるんですけども、大きなこと一つ挙げるとしたら、それがまさに電卓戦争だったというふうに言われております。アメリカの宇宙開発と国防計画でIC の値段は劇的に下がり、性能が飛躍的に向上した。この成果を民生金に使ったのが日本であった。次回は電卓をめぐる熾烈な競争と、それが半導体産業に果たした役割を描いていく。